の音のバランスだけやらせていただきますので、がいなくなりましたんで、歌を歌いながらの弾き語りっていうことでですね、なんかそういうことでやってますけども、もともとハードロックをやりたいということで、バンドを組んで、今日までね活動してきました。スーパーギタリストがちょっと抜けてね、ヘビーメタル的なものはちょっとできなくなりましたけど、引き続きねハードロックっていうところでね、やっていきたいなと思っております。今日は皆さんがいろんな幅広いお客さんの層なので、皆さんに受け入れやすい、よく知っているような曲をね、選曲しました。特に映画音楽で、こう使われているやつで、なおかつハードロックで、映画も曲もヒットしたといった曲を今日ね、選曲しています。まず最初に、アルマゲドンっていうね映画で、わりかし1990年代でね、皆さん知ってるかと思いますけど、アルマゲドンのテーマでエアロスミスっていうね、バンドが歌っております。I don't wanna miss you っていう曲をねやってみたいと思います。
聞いてね、聞いたことあるな1回ぐらいはってね、感じの曲だと思いますけれども、次もですね、また大ヒット映画、まあ、ちょっと古くなりましてね、バックトゥーザフューチャーっていうね、映画ね、ワンツースリーあったんですけど、まあ、それのね、テーマソングになっておりました、ヒューイ・ルイス&ニュースのですね、パワーオブラブっていうやつをね、ちょっとやってみたいと思います。ワン、ツー、スリー。Power of love.
の今日とてもね、またいい天気になりまして、噂によるとこのストリートライブの時は、まあ絶対ね雨は降らないというねジンクスがまだね続いているようです。今日もね、いい晴天に恵まれてね、気持ちよくライブやらせてもらって、もうとにかく見に来ていただいたお客さん、あとそしてあのスタッフの皆さんにね、感謝申し上げたいと思います。で、このライブはですね、皆さんのあの募金とあのグッズ販売で成り立っている企画ですので、そちらの方にですね、あのギターの形したあの募金箱もありますし、今僕たちがこう着てます、T シャツ、これストリートライブのですね、T シャツなんですけど、とてもウィットに富んだ、T シャツでした。なんかね、こうメタリカかなと思うと、なんかメカジキって書いてあったりですね、ビートルズなのかなと思うと、なんかザ・ピンチョって書いてあったりですね、 ACDC じゃなくて SABA でなんかサーバーって書いてありますね。まあ、非常にこう気仙沼のね、地元の特産品と、有名なねハードロックのね、バンドのお名前をもじったようなね面白い T シャツになってますので、ね、お買い求めねぜひいただければなと、ね、思います。よろしくお願いします。それではあの3曲目もうやってるとですね、テンパっちゃって何曲目になっちゃったかな、あ次何だったろうなってね、いつもね分かんなくなるんですけど、みんなもうバンドの皆さんに確認しながらね、こう進行しているので、ね、ありさまですけども、3曲目は何ですか、トップガン最近ね、またリバイバルでね映画もヒットしましたが、トップガン、ケニー・ロギンス、トップガンっていう、もうテーマソングなんですけど、これもね、またリバイバルでね、ヒットしているんです。ケニー・ロギンスね、トップガンのテーマです。ワン・ツー・スリー、間違えた、ごめん、そうそう、ショーちゃんからだね、はい、よろしくお願いします。
構やっぱハードロックってね疲れるのでね、私もこんなねカツラもかぶっちゃったりして、あの分かりにくいかもしれませんけどね、間もなくっていうかね、そろそろ60もだいぶ近づいておりますんで、体力的にもねちょっときついなと思う今日この頃です。次はあのまた数年前にね、フレディ・マーキュリーっていう人のね、電気でねすごくこうヒットしましたボヘミアン・ラブソディっていうね映画のテーマソングで、ボヘミアン・ラブソディです。ママ Just a kid man できてるのかなっていう、感じになってますね。あとね、
ここであの最後ね2曲続けてねメドレー的にやりたいなと思うんですけど、その前にあのメンバー紹介の方をねしたいと思います。ベースがバンド当社からねいます、あの加納誠です。よろしくお願いします。でキーボードがですね、当初ねうちのバンドにねキーボードっていうのがなかったんですけど、ぜひキーボードが欲しい、キーボードなら、まあ、当時ね女子のドラムなんかもいてね、男の方がうまくバランス取れるんじゃないかということで、探したところいいキーボードがいるということでね、お願いにお願いを重ねてねやっと入ってもらいました。小松翔一キーボードです。でそのうちのバンドリーダーだったね、まあ、女性のドラマーがいたんですけどね、今出稼ぎに行っておりましてね、今気仙沼を留守にしております。その間ですね、ずっとあの他のバンドにいてずっと狙いをつけてました、ドラムがいましてね、たまたま今、ちょっと休止中ということで、サポートメンバーで参加していただいてます、ドラム小山徹です。それであのボーカルはあと、まあ、ギターですね、小野寺です。よろしくお願いいたします。それでは、ここから先はの映画音楽っていうのがねちょっとレパートリーが、ね、なかったので、まあ、皆さんがまあ、素材にもよるんですけどね、まあ、ガンズ&ローゼスって、ね、いうバンドのスイートチャイルドオーマインとか、ね、曲とレッド・ゼッペリンのね、まあ、初期の、ね、ナンバーからねいやメドレーでやりたいと思います。
あ、あ、あ、あ。
僕らヘンドリックスの、ね、初期の頃の持ち歌で、ジャーニーっていうバンドのですね Anyway You Want という曲をやりたいと思います。ネタもつきましたので、この辺でやめたいと思います。どうもありがとうございました。あとね、この後このピーマンが続きますんでね、最後までね、お楽しみになってください。本日のセンターの拍手をお願いします。ありがとうございます。